もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは、寒いのが大好きな本田理沙です。今日もローズさんと里子さんと一緒に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒いのが大好きなんや。はい、やっぱり冬生まれだからかな、なんか寒いの好きなんですよね。だから先週の収録で、ね、ローズのところめっちゃ寒くなったよって話してたじゃないですか。で、うん、とか言ってたけど、もう今週日本もう寒いですよらしいね、一気に一気に。でローズおでん作るって言ってたじゃん、ああ言ってたね、言ってたよね。作りましたよ。あ、作った。あ、本当。どう、うんうん、美味しかった美味しかった。あのね、そうそう、でやっぱなかなか腰が重くて3日ぐらいかかったんだけど、なんとか頑張ったね。買い出しからだから、こんにゃく買いに行くのにトラム乗ってだからさ、はいはいはい。でもうん、なんか2日ぐらいでなくなった。おいいな、やっぱ美味しいね、おでん。美味しいね、だから私も作ったおでん。おお、そうそうそう。何入れたの？何？なんかね、もう本当にあのおでんっていうほどのおでんじゃないんだけど、あの家にあったやつ、うん、もうポンポン入れて、うん、シューマイ入れてみたり、あと冬瓜、シューマイ、そう、冬瓜入れてみたりしました。ちょっとユニークだね。入れたことないわ、ね、私。その辺の具材は。うん、そう、なんかね、でも、そう、うん、冬瓜の方が味が染みるの早いし、まあ、美味しそう。そうそう、大根とは、まあ、ちょっと歯ごたえ違うけど、でもまあ早く染みるから、うん、なんか大根の代わりになんて書いてあったんで、ちょっと試しにやって、ちょうど冬瓜あったし、やってみるかと思って作りましたよ。いいな。はい、はい、なんか里子さんのいいなーが、なんかこの暑いマカオから聞こえてくると。全然まだ半袖ですし、日差しがバリバリ暑いよ、まだ、ね、そうだよね。どっかも10月なのにね、10月なのに、うん、まだ夏の匂いがするって思うもんだって。あら、信じられない。すごい、うん、ね、嫌になっちゃう。そうね、飽きるよね、夏にね。うん、開けるのよ。だから風はさ、ちょっと秋っぽいのが来てさ、いよいよかなって思っても1ヶ月経つわけ。あ、そう、風はなんか、そうそう、そう、風相当もう来てばいい感じで来てますけどみたいな、なんだけど日差しと全然バランスが取れてない。ああ、ね、いよいよが長いんだよね、マカオね。いよいよが長い、本当に。まだ、まあ、ってこう、まあ、寒い地域とか、あと暗くなる地域からするとちょっと羨ましい感じもするけどね、うんうん、でもやっぱこう、そうそう、四季がバランスよくあるのっていいよね、うん、そうなのよ、確かに、うん、そうですね、まあ、そう、四季があると逆にちょっと洋服がすごく増えるのがあれなんですけど、それは羨ましいよ、おしゃれできるじゃん。まあどう、まあね、うん、ないものねだいですよ、本当に。そうだね、はい、そんな感じで、はい、今回もですね、はい、私たちが気になった今週のニュースをですねピックアップしていきたいと思います。今日は私から発表したいと思います。はい、お願いします。はい、こちらのニュースはロンドンからですね、イギリスの、イギリスのニュースでですね、イギリスの保健所によると、うん、イギリスは、10月の1日から脂肪分や塩分、糖分を多く含む HFSS 商品を店舗の入り口やレジ付近など目立つ場所に陳列することが禁じられたというニュースです。なんで、ちょっと長かったね今のね。まあ簡単に言うと、イギリスはジャンクフードの規制を開始しましたということなんですけれども、まあ、そういったあの肥満防止というか、まあ、そういったちょっと肥満の子供が増えてるとか、過体重の子が増えているっていう、はい、まあ、そういった意味で、まあ、ちょっと政府も、まあ、食品からですね肥満を防止するということで対応しなくてはならないということから、まあ、ジャンクフードを、まあ、店内に配置する場合は
ちょっとレジの前とか店頭っていうのはやめよう、うん、っていうか、やめにしますということになりました。そうなんだね。うん、だからなんか一瞬思い出したのは、あ、コンビニのレジ横にあるこうお団子とかおまんじゅうとか、うん、そういう感じでついで買いしちゃうのをやめさせる、うん、絶対買う、絶対買っわらび餅、セブンのわらび餅は絶対買ってたわ、レジ横にあったら。あれずるいんだよねずるいんだよね、買っちゃうんだもん、あんなとこに置いてあったら買っちゃうよっていうね、うん、はい、なんでそれをやめさせるためっていうのもあってですね、イギリスでは今回、うん、あのそういった場所配置の場所に関する、規制を開始したということでした。でもでもですね、まああの、うん、まとめ買い割引っていうのもあったんですけども、今回のルールにあの、はい、まとめ買い割引禁止もしたらどうかっていう話もあったんですけれども、これはちょっと見送りになったということなんですね、うん、例えばあの一つ買ったらもう一つ無料とか、うんうん、うん、あ、私 そればっかり狙って買ってるよ。おお、ね、バイワンゲットワンフリー ねお得だもんね大好きよ大好き、うんうん、そうなんですよ、まあ、それも本当は規制するべきだって言われてるんですけれども、やっぱりちょっとこのあの生活費高騰を受けてですね、まあ、それはちょっと見送りにしましょうと言いつつも来年10月までっていうね1年間の猶予なんですけども、はい、そんな感じで決まっているそうです。どうですか、だ、うん、ねえ、だってまあ半額にしてくれた方が嬉しいんだけど、うん、だってねえ、やっぱ結構大きいですよ。本当ですよ。1個バイワンゲットワンフリーね、この前なんてやっぱなんか物価が上がってるから買う量も増えてきて、この前チーズ4パック買いましたもん。チーズってどれか4パック、うん、そうそう、そういくらぐらいってこと、どのぐらいの量、うん、6枚ぐらいかな、スーパーで買って、あの一般的な100何十グラムぐらいだと思うんですけど、うん、まあ1パックを2パック買ったら 20% オフ、3パック買ったら 30% オフ、4パック買ったら 40% オフです。それは 40% 引きでしょ、ね、賢い買い物だこと、本当に。だってチーズ、そうチーズすぐなくなるもん、何でも入れちゃうから。あ、そうなんだ。いやでも、うん、いいですよね、なんか買えば買うほどお得ってなったら、そりゃ主婦のね、心くすぐられますよ。そうなんですよ。結構違うと思うんだよね。うん、どうせ食べるしとかね、思っちゃって。そう。そうなんですよ。そうですか。なんでね、あ、まあ、ちょっとイギリスも今ね、生活費の高騰も結構深刻だとね、あのポンド安もありますけれども、まあ、ちょっとこういったバイワンゲットワンフリーまで規制されたらちょっと苦しくなって、ちょっとね、あの反感を買ってしまうのかな、なんていう風に思った本田理沙でした、はい、というわけで次はローズさん、よろしくお願いします。はい、私はですね、今回ちょっと女性の希望の星というか、うん、そんなニュースです。はい、はいはい、1450億円超を確保した女性率いるヘッジファンドとして史上最大の企業が誕生したというニュースです。ええヘッジファンドのトップが女性ってこと？そうそう、女性、そう。爆誕じゃん、誕生というのは。ね。はい、そのトップの名前、その名もディビア・ネッティミ氏は、うん、10億ドル余りのコミットメントを確保し、ヘッジファンド運営会社アバラグローバルをこの10月3日にスタートさせたそうです。うん、はい、でこの業界で女性が率いる企業の開設としては史上最大規模で、今年デビューしたヘッジファンド全体の中でも最大級となっているそうです。で、はい、このアバラグローバルなんですけれども、確保した資金の大部分をもうすでに投資し始めているということで、事情に詳しい複数の関係者は、同ファンド設立が公に発表されていないとして匿名を条件に明らかにした。まあなんかどこにあの投資してるとかはあの言ってないみたいですけど、でも結構幅広く取り扱ってるみたいで、うんうん、あの例えばあの仮想通貨とかも取り扱ってますし、うんうん、はい、既存のね結構幅広くやってるそうです。で、はい、このトップのミネッティ氏はですね、うん、
もともとアンドレアス・ハルボーセン氏が率いるヘッジファンド運営会社バイキング・グローバル・インベスターズで40億ドル余りを運用していたポートフォリオマネージャーで、昨年そこの会社を退社して自分の会社を立ち上げたそうなんですね。40億ドル、もう桁がちょっとね大きすぎてものすごい経験も豊富で、すごい、ね、うん、でも何歳ぐらいの方、若いとか30代じゃないかな、ね、あらまあ、はい、はい、ネッティミ氏ですね、うん、どちらの方なんでしょう、はい、名前がちょっと、ね、そのさ最後の氏は何、あの氏何とか氏の氏なの、なんとか3、はい、のやつです、はい、そういうことね、はい、で、はい、もう一社ね、あの女性によるヘッジファンドで期待されているところがあって、うん、マラガオンカーさんが率いるサーゴキャップパートナーズというところもあるそうです、はいはいはい、そこはですね2023年来年に少なくとも10億ドルで自身の会社を設立する見通しだそうです。へえ、かっこいいな、ね、このさヘッジファンドなんっていうところにさ、お金預けられるのはお金持ちだけなんでしょ、私たちみたいな庶民は預けられないんでしょあ、でもね、なんかここのアバラグローバルのウェブサイト見てみたんですけど、はい、インディビデュアルズとプライベートクライアンツ、うん、インスティテューションズっていうことで、まあね、うん、個人って言ってもそうですね、インディビジュアルの幅がそうそう、えスイスに口座持ってる人やろそれって、そうそうそう、どうですかね、そうなんじゃないかな、はい、投資はねこう資産を投げると言いますから、うん、全財産ここに任せているのも一つかもしれないですよ。ギャンブラー、ちょっとギャンブラーな一面が出ましたね。いやーすごい。いや投資の師匠が言ってましたから。さようですか。まあ、それがないと大きくならないそうですけど、それがなかなかねできたら困らないという話ですよね。まあね。思い切りが大切ということなんでしょう、きっと。はい。すごい。はい、ということでこのね女性のファンド。うん。いいですね、はい、女性の力でちょっと景気をね盛り上げていきたいところではありますね、やっぱりそうですね、ここぞという感じで出番でね、うんうん、活躍してくださればいいな、ね、はい、はい、ありがとうございます。では最後さとこさんお願いします。はい、私のニュースはですね、皆さん今週ね話題になったニュース、ノーベル賞が発表っていうのご存知ですか。あ、確かにあったな、うん、こうノーベル賞はね、やはりまあその年に活躍されたやっぱりノーベル平和賞とかノーベル文学賞とか、うん、あのノーベル科学賞とかですね、結構あの厳かなと言いますか、うん、すごい業績のある方に贈られるんですけれども、今回私が紹介したいのはイグノーベル賞なんですね。ちょっとノーベル賞と違うんですけど、ノーベル賞、うん、はい、皆さんご存知でしょうか、うん、イグノーベル賞というのはですね、人を笑わせそして考えさせてくれる研究に贈られるのがイグノーベル賞なんですけれども、うん、実はですね、実は日本人の先生たちイグノーベル賞をね16年連続で取っているというですね、結構快挙を、はい、成し得ているんです。すごいこの、はい、人々の笑いにもつながり、そして考えさせてくれる研究っていうのがどういったものかっていうのをですねちょっとご紹介したいんですけれども、うん、はい、今回イグノーベルエンジニアリング賞を取ったのはこの日本人の先生な、千葉工業大学のですね創造工学部デザイン科学科の松本はじめ教授かな、この元って書く、元気の元ですね、うん、で書かれる教授が取ったのはですね、人が最も効率的に指を使ってつまみを回す方法の発見なんですね。つまみっていうのはあれですよ、うん、お酒のつまみとかイカとかそういうのじゃないですよ、はい、ペットボトルの蓋とかネジとか、はい、こうやって指を使って回すこのつまみなんですけれども、うん、はい、これをね人が最も効率的に指を使ってつまみを回す方法っていうのをですね、例えばそのつまみのサイズに合わせてで、はい、いろんな人にこう回してもらって統計を取ってですね、うん、で実際にこういった持ち方が一番回しやすいんだとか、そういった、うん、本当に普段の生活の中で誰一人として気づかないであろうような、そういったところに注目をしてですね、でそれを分析して発表するっていうのがイグノーベル賞なんです。
で、はい、まあ、他にね、じゃあどういったのがあるかっていうと、応用心臓学賞っていうのはですね、を取られたものは、新しいロマンティックな相手と初めて会った時、お互いに魅力的だと感じると、お互いの心拍数が同期する発見とその証明とかね、とかね、あとは文学賞、イグノーベル文学賞を取った方は、法的文章を不必要に難しくする要因の分析とかね、いやわかるみたいな、何その言葉とかさ、契約書の言い回しとかすごい難しいじゃないですか、こうとかおつとか出てくるでしょ、うん、ああいうなんか不必要に難しくする要因の分析とか、あとは生物学賞なんかで言うと、サソリの便秘の交尾に対する影響とかですね、もう絶対あの気にならないであろうことをすごく熱狂的にね、あの、うん、はい、あの勉強してらっしゃる方がいるんですよ。物理学賞とかは、子ガモが泳ぐときに組む隊列の理解とかね、うんうん、そういったところを研究、そして分析、そして発表している、これがイグノーベル賞なんです。へえ、知らなかったな。そうなんですよ。だからね、これは、まあ、結構そのノーベル賞のなんていうんですかね、あのアバンっていうか、そのスピンオフ企画みたいな感じなので、うん、ノーベル賞はすごい本当におごそかなね、晩餐会とかね、その、うん、受賞式とかがあるんですけれど、イグノーベル賞の場合はトロフィーの手作りとか、うん、なんか結構そういうあのそうそう、あの受賞はピザとか、なんかそういった感じのね、すごい庶民的な和気あいあいとした感じのものがあるので、はい、こういうのもね、ぜひ皆さん、あったら見てみるのもいいですよ。そうですね。これ渡航費とかも、受賞式に行く渡航費とかも出ないんですよね、 自前でやらなくちゃいけないから、結構日本の研究自体する人も結構海外の研究者いて、うん、割とその中では日本の研究者律儀というか、うん、出席率が高いらしいですよ。そうなんですよ、うん、まあ、今回のね、そのつまみの、あの工学賞の方は、うん、10兆ジンバブエドルが送られましたって書いてあるので、あ、そういくらだ、すごい、超いくら、そうそう、ジンバブエドルいくらよ、気になりますね。今じゃあ、そうなんですよ、リサーチして後ほど調べて、お伝えしたいと思います。うん、10兆ジンバブエドル、うん、ね、私はね、でも個人的には、あの常々、ね、あの言ってるんですけど、あの子供の番組でなんで可愛いキャラクターがおじさんの声ばっかりなんだろうっていうのを誰かに研究してもらいたいです。どういうこと、どういうこと、例えば誰、例えばワンワンとか、いないいないばあのワンワンがおじさんじゃないですか、うん、チョウっていう名前の方がやっていて、声をおじさんなんですよ、うんうん、であと他にも、うん、名前なんだっけ、とりあえず黄色いかわいいうさぎのキャラクターの声がガッツ石松さんとか、そうなんだなぜみたいな、なぜそんなにおじさんなんだろうっていうのが私は気になりました。そうなんだ、はいですね。いや、今ね、今聞いてる間にね、10兆ジンバブエドルについて調べてたんですけど、ありがとうございます、いいですか、はい、はい、ちなみにね、ジンバブエには100兆ジンバブエドルもあるそうなんですね、うん、すごい、紙幣、うんうん、で、はい、その価値がなんか発行された当初は約2009年は約3万円だったそうですけれども、はい、うん、このブログが書かれた2015年は 0.3 円だって、はいはい、10兆ジンバブエドル、だから100兆ジンバブエドルがね、うん、0.3 円だから、はい、10兆ジンバブエドルって 0.03 だから3銭楽しい。そうだけどさ、まあなんかそういうネタになるっていうので、よくなんかたまにね、見かけますよ、ネットオークションとかメルカリとか、うん、でジンバブエ内のお土産屋さんで100兆ジンバブエドルは 3.5 US ドルぐらいで売られているそうですよ。へえ。だから価値がわからない、なんかもう。ね。ありがとうございます。まあ面白いですからね。この笑いが大事です。本当に。ありがとうございました。今日覚えたこのイグノーベル賞。そう。
あ、うん、そうなんです。それでいうとイグノーベル賞のね世界展っていうのを今大阪でやっております。心斎橋パルコでやってるそうですよ、うん、10月の1日から11月13日まで、世界の尖った研究続々っていうのでですね、はい、やっていらっしゃるそうなので、あの大阪に近い方ぜひ行ってみられるのも良いかと思います。そうですね、うん、うん、あ、楽しそう。そうよ、だってね書いてあるのが、うん、鳩はピカソとモネを区別するとか、うん、あと、うん、なぜキツツキは頭が痛くならないとか、うん、おならの匂いを消すパンツとかですね、いろいろ興味深い研究テーマが出ております。ね、専用ウェブサイトがあるので、ね、うん、ちょうど今3連休ですからね日本は。あ、なるほど。そうなの、またなんかこの前もシルバーウィークじゃなかった？そうなんですよ、また今回は運動会シーズンでしょ、だって今、うん、そうそうそう、運動会やってるところもあります。なんでね、ちょっとまあ運動会はあの先週終わっちゃったから3連休暇だからどっか行きたいなという方はぜひ行って教えてください。ぜひ、ね、ノーベル賞ね、こういう研究こそなんか子供のこう柔らかい脳に入ってくるかもね、うん、あ、いいと思う。だって臭くないパンツとかさ、おならの匂いがなくなるパンツ、うんうん、いいよね、授業中におならしても大丈夫ってことでしょそうだよね、音だけ、うん、ね、気をつけとけばいい。音だけ気をつけて、はい、うん、そうだわそうだわ、ありがとうございます。そう、匂いはいいから僕が将来音も聞こえないパンツ作るとかそういうの考えにもなるかもしれないしなんか行きたくなってきたそうだね、うん、はい、はい、では次はですね、あの私たちが気になった世界のニュースはここまでにして、次は、はい、今回の、コラムをご紹介したいと思います。はい、今回のコラムは2022年9月21日フランス在住の直子さんが書いてくださったコラム、世界屈指のオルセー美術館、美術初心者でも楽しんで学べる方法とはというコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、芸術の秋ですから。ああ、そうですね。ですね。なんかもう寒いから一気に冬になっちゃったからさ、なんかそうだ秋だったんだ今って思い出してきました。はい、そうだ、オルセー美術館ね。私名前聞いたことはもちろんあるけど、うん、あんまりよく知らないんだよね。私も行ったことないな、オルセー美術館。ローズは？私行ったと思う。行った？はい、一応。どんなルーブルと、うんうん、ルーブルも行ったんだ、うんうん、綺麗だったと思うけどね、結構、うん、いや、いっぱい見るから分かんなくなりますよねうんうん、うん、展示物が多いのかな。オルセー美術館について、はい、さとこさん、はい、調べてきてくださったと思う、はい、基本情報とか教えていただいてもよろしいですか。任せといてください、はいはい。オルセー美術館の建物はですね、1900年のパリ万国博覧会開催に合わせてオルレアン鉄道によって建設されたオルセー駅の鉄道駅舎、あ、鉄道駅舎兼ホテルだったそうなんですね。あ、はい、そうなの。なんですけれども、うん、そうなんですよ。そこが、結局、1970年代からフランス政府によって保存活用策が検討され始めて、うんうん、そしてまあ現在1986年にですね、オルセー美術館として誕生したといいますか、はい、使われるようになったということなんですけれども、うん、オルセー美術館はですね、印象派と呼ばれる、美術の宝庫であるんですね、うん、はい、で印象派と聞いて思い出すアーティストさんいらっしゃいますか、お二人は。これオランダの、オランダのゴッホです。ルノワール、ルノワール、セザンヌとか、あのちょっといいですね、ちょっとこうね、ちょっと抽象がかった具体、はい、見せもあるようなそうですね、はい、あとはまあモネとかですね、あ、結構あの、はい、スイレン、そういったとか、そうですね、スイレンとか、あとは落ち穂拾いで有名なミレーとかですね、あ、はいはい、はい、拾ってるやつ、そういったところが、はいはい、あとまあモネの親戚なのかと思いがちなマネですね、あ、はい、モネマネ、グリグラみたいな、うん、はい、うん、はい、そういった方々が有名な、はい、あ のがオルセー美術館でございます。はい、そうなんだ、ね、うん、すごい立派な建物で、これはもともと駅舎とホテルだったっていうのもまたびっくりですわ。
そうですね、でもやっぱりそこを活用できるのがザ・ヨーロッパって感じでいいですね、なんか。ね、確かに。ってことはこれ当時のまんまなの？1900年のパリ万博に合わせて作られた駅のまんまだと、うん、まあ、ドーム型のね、この外側はそうだと思いますよ。わー、ね、すごい、さすが石だもんね。そっか、ちゃんと見なかったけど、でもなんかルーブルはあの、うん、ほら、はい、ピラミッドでちょっと奇抜な感じでしょ、うん、そうですね、三角形ありますもんね、えー、みたいな感じですけど、確かオルセーに行ったら、あー、こうなんかこうしっくりくるようなこう美しい建物だなと思ったような、そうだそうだ、外側にね、だって大きな時計がありましたもん、そういえば私も外観見た時に。そっか、で時計、うん、こんなとこにこんな大きな時計つけて誰に向けての時計なんだと思ったんですけど、まあ、でもそれが駅舎として活用、駅舎だったとすれば、なんか、うん、あ、納得って感じですね。なんかですね、あ、そうだね、うん、うん、確かにでかい、この時計。そうなんですよ、うん、でっかいけど、これ何階建てなんだろうね、そんなに高いわけじゃないもんね、1階、1、2階建てみたいな感じでした、うん、2、うん、2階か3階だから長かったんだ、長いなと思った。あ、横に、へえ、すごい、行ってみたいな。でも、まあ、今回はね、直子さんがお子さん連れて行ってきましたよっていうコラムでしたね、はい、うん、はい、うん、でもやっぱり今みたいにちょっと豆知識というか、あの事前知識があると楽しめるよねっていうことで、私結構ね、うん、このコラムの写真見てびっくりしたんですけど、これ直子さんの、はい、あのルノワールの絵本っていう子供向けのなんかモネの絵本とかあって、うん、え、こんなのあるの、持ってるのっていう。本当ですね。うんうん。びっくりしました。直子さんね、なんかこう遊びの中に学びを取り入れるのが本当上手だなってこの記事読んで思ったんですけど。確かにね、この本にあの絵見た絵が、美術館にある絵がこの本のどこにあるかなっていうね、あの、うん、同じもの探しゲームみたいな。うん、そうそう、あれあれあったよってなりますよね。うん、確かに確かに。見たことあるってなると子供もね、印象に残るよね。残る残る、うん、すごいな。私未だにでも印象派のやつどれが誰だかわからない、絵見てもなんか、うん、これは誰の絵でしょうって言われてもちょっと、うん、いや、も、ま、も、そうそう、どっちどっちみたいな、ね、そうそう、うあると思います。やっぱ、うん、ゴッホはオランダ人だけあって、うん、ゴッホミュージアムもありますし、クレラーミュラー美術館で知ってます？クレラーミュラー美術館、いや知らないです。そこもね、オランダの中部ぐらいかな、ちょっとアムステルダムからちょっと遠いんですけど、うんうん、そこもゴッホいっぱいあの置いてあって、うん、そこはね、そこおすすめなんですよ。あの敷地がすごい広くて、入り口で自転車借りて、うん、あの移動してミュージアム行って、すごい、マジで広いじゃん。カフェが、うん、マジで広いです。で、うん、なんか中には、ね、砂丘とかもあったと思う、なんか砂丘っていうか、だからこう散歩と自然の満喫と芸術を満喫できる、ね、ゴッホ、うん、特に、あのあれですよ、あのリサさんが好きなあの絵がありますよ、うん、あの絵、ゴッホの星月夜の、うん、かな、確かそこだったと思うよ。あの夜空のお月様がこうね、あって、ぐるんぐるんしてるやつ、ぐるんぐるん、そう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 、あの夜空がそうぐるんぐるん回ってるやつ、あれ好きなんですよ、あれ好きで、あれいいですね。そうそうそう、なんかあのマックのカバーをわざわざあれ買いましたもん。うん、そうだったんだ。そうですそうです。欲しくて、あ、すいません、あの星月夜はニューヨーク近代美術館の永久コレクションであるって書いて、なんか似たバージョンがいっぱいあるんですよね。あ、そうですね、そうですね、ぐるぐる系のやつが似たやつだと思いますけど、なんか結構いっぱいあったと思います。あ、そうなんだ。いや、でもいいな、生で見られると、うんうん、それにね、なんかアムステルダム、なんかオランダを歩いてると、なんかこれゴッホの景色っぽいなみたいなところがたまにありますよ。あ、そうなの？本当。この景色はあの絵じゃないかみたいな。うん、
でもなんかアムステルダムとかではないと思うから、まあオランダの雰囲気が多分そういう風に見えるんでしょうけど、うん、でもなんかゴッホがフランスで実際に描いた木の根とかあるんですよね、うんうん、あ、まだ残ってるの。そうそうそう、残って、なんかそれを検証したりする人がやっぱいて、へー、これはここに違いないみたいな。へー、そうだそう、そのつながりでなんか絵になったリアルの場所に行ったことあったりします？いやー、なんかほら、の場所はないかな。東京、あの日本とかでもあるじゃないですか、あの富士山ぐらいよ、そう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 、そういうのとか、なんか橋、結構橋、橋の形とかなんか残ってるとこあったと思うんですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、結構やっぱヨーロッパに住んでるとそういうの行きやすいですよね。この直子さんも実際に行ってみたってこう書いてあるけど、うんうんうん、旅行のついでにちょっと足伸ばしてみるかみたいな、ね、人結構聞きますね。いいね、うん、でもあとね、海外の美術館なんか特にさ、なんかミュージアムショップとか併設されてるの、あれ良くない、うん、大好き、あれ、ね、大好きよ。本当ミュージアムショップで結構時間かもかけるかな、うん、なんかしかも見たばっかりだからもう気持ちが興奮しててさ、うん、あ、これさっき見たやつなんか形に残したいみたいな気持ちになってつい買ってしまう。そう、あとなんか美術館に併設してるお土産のお店っていうだけで、うん、もうなんかセンスがいいって勝手に思い込んでる私いやいやいや、いいでしょうやっぱり、うん、思うよね。そう、うん、いいものもあるけどさ、なんか結構安易なものもない、あの、うん、ゴッホミュージアムとかやたらめったら、あのひまわり柄のグッズとかって、うん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 、なんかこのミュージアム範囲でついなんか欲しくなるし、誰かなんかお土産に買おうかなって思っちゃうけど、うんうん、もうちょっと頑張ろうよって。オランダだからですかね、もうちょっと頑張ろうよ。何、日本でも、日本でもそうでしたよ。あのうちの母もこの間ゴッホ展に行ってきたって言って、うん、なんか、うん、なんだったっけな、鏡か、鏡、ちっちゃいほらコンパクト鏡の表面が、うんうん、あのなんだっけな、アーモンドの木、アーモンドの木の枝っていうさ、うん、そうそう、まあうち私の、ね、今ベッドルームにありますけど、アーモンドの木が、うんうん、まあそれと同じものを買ってきて、うん、ほら見てこれ買ってきたのみたいな感じで言ってましたからオランダだけじゃないです、日本でもありますって言ってそれいっぱい売ってる、うん、いっぱい売ってます。そう、だからね、そう、なんか買いたくなる気持ちはわかるけど、私はぐっと抑えて、うん、絵の、絵はがき売ってるじゃないですか、はい、はあ、あれで、まあ、自分がこう印象に残ったのとか、うんうんうん、人にシェアしたいのを家族とかに送ってますね。うん、そうすると結構喜んでくれるかな。なんか、いいですね。なんかね、あの、うんうん、なんですかね、ミュージアムに行くとテンション上がりますよね。確かに、なんか上がる、上がりますね。私は絶対に、うん、あ、すみません、私はね絶対にクリアファイル派ですね。あ、クリアファイルね、クリアファイルあるある、特に日本が多いよね、海外より日本がクリアファイル多いと思うわ。なんやかんやで使うだろうと思って買って、わかる。私はね、ちっちゃめのノート、あのカレンダーとかさ、ヨーロッパとかさ、うん、アメリカとか結構多くない、ちっちゃめのさ、こういう小型のノート、うん、B5 よりももうちょっとちっちゃい感じなんだったりするんだけど、うん、そのやっぱりカバーとかがにちょっと美術作品とか書いてあると、うん、そう、とりあえずカバーに入れたくなるみたいな、そんな小ぶりのノートとか。カレンダーも買いがちね、私は。あ、いいね、1年に1個でいいでしょ、うん、カレンダーはカレンダー1年で1個でいいけどさ、ほら部屋ごとに置いてもいいわけじゃん、別に。あ、部屋ごとに、そう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 、とか ね、 そ う、 ね、うん、そうそう、まあ、私はね、あんまりだからお土産は買わない派なんですけど、うんうん、でもこの前ね、本気で買おうかすごい迷ったものがあって、うんうん、それはあのオランダのデンハーグにある、うん、マウリーツハウ、ハウスミュージアムは、聞いたことある、真珠の耳飾りの、あ、うん、はいはいはい、あの人フェルメールか、うん、はい、があるところ、私が、まあ、すごいお気に入りの美術館なんですけど、うん、こうやっぱマウリーツさん、もともとマウリーツさんの邸宅で、うん、こうすごいなんか綺麗、うん、なお家のミュージアムなん
なんですよね。で、まあそこ好きで、あと友達でも働いてるからなんかたまに会いに行ったんですけど、そこのお土産ショップで売っていたの真珠の耳飾り型のキーホルダー、はい、ね、私ね、あの引っ越ししてキーホルダーが1個欲しいんですよ、うんうんうん、あるね、そういうタイミングでキーホルダー欲しくなるよね、うんうんうん、そうそうそう、1個必要で、うん、でまあなんかとりあえず今あの家にあったサッカーのやつを使ってるけど、やっぱちょっと女子力を上げたいなって感じで好きなのを探してて、うん、真珠の耳飾り結構でかくてキーホルダーで、うん、ちょっと重いかなと思って、うん、すごい迷って買わなかったんですけどね。あ、でも耳につけた結構でかい、耳に当て、結構でかい、耳に当てて、だからなんか想像よりちょっとでかかったんですよ。は、耳に当ててこう家族に写真撮って家族に送ったらちょっとウケるかなみたいな、うん、のもあり、まあ、言ったけど買わなかったんですけどね。うんうんうん、そっか、あ、でも結構それまで悩むぐらいだったんですね。うん、悩みましたよ、珍しく。あ、まあフェルメールもね、そう、オランダ出身の方ですもんね。はい、人気ですよ。うん、日本人は好きらしいじゃん、すごくフェルメールが。うん、オランダでも人気だ、人気です、人気。あ、はい、優しい感じの絵かな。うんうんうん、ですよね。あの、私はあれですよ、牛乳を注ぐ女のあれが好きですよ、うん、はい、あの、え、あの絵が一番有名だもんね。そう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 、絵も有名だし、うん、あの、うん、やっぱ子供がね NHK の E テレ見てると美術チューンっていう番組があってですね、うん、そこではあの、うん、アーティストの井上涼さんがあの歌とイラストと、まあ、そういった知識を混ぜてですね作品を紹介してくれるんですけれども、まあ、その中で、うん、YouTube で1600万回再生されてる何にでも牛乳を注ぐ女、はい、何にでも1600万回すごいね。そうなんですよ、何にでも牛乳を注ぐ女を聞いてからですね、もうこれは忘れられなくなりましたね。確かに。そしたらやっぱりさ、シリアルに牛乳かけるとき思い出すよね。ちょっとね、あの不正、顔をちょっと伏しがちでこう牛乳を注ぎたくなる、ね、そうだね、青いターバン巻きたくなるよね、はい、ちょっとなんか、ね、ターバン前掛けじゃなかったっけあれは。あ、そうだっけか。ターバンは多分ね真珠の方だ、ね、あ、また別のやつね。あ、そうそうそう、ね、あ、そうそうそう、でもなんか頭に巻いてますよね、あの時代の。そう、巻いてる巻いてる、牛乳を注ぐ女ね。ねえ、いや、もうインパクトがねありますよ、牛乳注いでるだけなのに。確かに芸術な感じするわ。そうですね。お二人 は、うん、ね、あの見たことある、これもあるよ。あります、うん、はい、実物が、うん、あります、あります。お家に絵とか飾ってらっしゃるんですか、二人は。今の家はないわ。あ、はい、でも、うん、なさそう。今見てても壁が真っ白。そうなんですよ、もう真っ白で、もう引っ越すよ、引っ越したいので。そうで、ね、できるだけ汚さないように生活してます。そうですよね、うん、私あの模様替えと同じ感じでですね、あの、うん、絵飾りたくなったりとか変えたくなったりするので、結構絵は、うん、はい、飾ってますね。お、なんかお気に入りのやつとかあります？お気に入りはそうですね、絵で言うと、まあ、本当に私はねカラーで決めるんですよね、なんか、うん、結構パキッとした感じのカラー、はいはい、のものが好きなので、最近購入したのはでもまたあの中国のタオバオサイトなんですけれども、大きなマーガレット、もう結構本当に100何センチでしょうね、150センチ100センチぐらいの大きな感じの、うん、あの、はい、油絵のマーガレットがいっぱいこう載っているっていう、そういった絵を買って今リビングに貼ってというかかけておりますね。いいですね、軽くなりそう、うんうん、気持ちもね、うん、そう、パッとお花っていいね。そうなんですよ。へー、 そうなんだ、いいな。でもさとこさんはそういったインテリアすごく楽しんでる印象があります。うん、そうですね、うん、ですね。リサさんちは？いや、うちもやっぱり賃貸っていうのもあって、本当はいろいろ開けたいんですけど、うん、今はまあ子供画伯の
帰ってきたやつとかを子供が書くやつを飾っております。今はあの頑張ってこう髪を紫の髪を丸めて作ったブドウをですね今貼ってあります。はい、いいねそうね、でも絵があるとやっぱ1枚かかってるだけでも部屋が明るくなるよね。本当にそうなんですよ、もう子供のでも結構十分です。確かにね、はい、そうそうそう、もうどんどん持ち帰ってくるから、はい、そうそう。でもそれでさ1回飾ったが最後なかなかこうしまわせてくれないでしょと、そろそろさもう1年ぐらい経ったからそろそろいいかなって言ったらすごい悲しそうな顔してるじゃないですかでね結局今14ですけども、うん、今年引っ越してその前の家の最後まで剥がさせてくれなかった、自分で描いたなんかあの、うん、孫悟空のでっかい絵を、うん、玄関の壁ドアに貼ってた。そうかそうか、やっぱり本人的にはすごい上手に描けたんじゃない、うん、きっとそうそう、やっぱり、ね、満足度が高いものだったんだね。そうそうね、あそういう意味ではね結構うちの子ね私に似ないで絵心があるみたいで、あの、うん、オランダに来たのが7歳かな、うんうん、であのアムステルダムのゴッホミュージアムとかそれこそ国立 美術館とか行ったら、うん、帰ったらねなんか黙々と何かを書き出して、すごい何かというとなんかそのゴッホパンフレットを見ながらゴッホの自画像を模写したんですよ、うん、すごいじゃん。渋いわ、一番最初にゴッホの自画像を描いたの渋いわ。それも結構上手くて、おだ子供だって何も描きなさいとか何も言ってないんですよ、ただ連れてって帰ってきて、うん、動かされたんでしょうねやっぱり気持ち、ね、すごいな。 それは撮っといてないの？撮ってます撮ってます。やっぱいいじゃんね、今見てどう思うだろうね、うん、息子ちゃんはね。ねえ、なんか何年間は多分それを抜けなかったと思うけど、さすがに今はね抜けるようになってきて、授業で、うん、なんか日本文化の時はあの歌マロンだっけ、うん、とか書いてて、それも上手だった。歌マロン、うん、浮世絵ですか浮世絵みたいな絵をやっぱ鉛筆で模写してたのかな。へえ、そちらの方の才能もお持ちなんですねきっとね、どうなんですかね、うん、でもその子供のそのピュアなところに本物を見せるとなんかすごい、うん、こうなんか影響があるんだなと思った瞬間でしたね。わ連れてこ、そうよそうよ、ね、そうなんだ。へ、ね、私とかもぼーっと見てる、どれがいいかなみたいな、ね、家に飾るのはどういうのがいいかな、うん、みたいなとか、いいよね、そういうのでも全然いいと思うよ。ちょっと、あと、うんうん、あと解説ですよね、解説を読んでこう学びみたいなのとか、あとその画家の生き様とか、うん、そっちに今日関心が行きがちかな私は、うん、あでもそう、うん、そうしないとやっぱりさちょっとそうがあるとさちょっとあのなんていうんですか、感情移入できるというかさ、より理解できそうな気がするじゃん、うん、もうさ、うん、一番困るのはさアンタイトルって書いてるやつ、タイトルだけはちょっとヒントくれって思うもん、なんか確かにねあそっか、そうそう、意してなかったけど、でもそれに自分なりのタイトルつけてみたりするのやっぱり、いやしない、抽象画じゃん、大体さアンタイトル何かタイトル場合はさおーカモンみたいな感じで思っちゃうねそうなんだ、いやでもすごいですね、なんかやっぱり皆さんね絵を見て何か動かされたり、うん、そこで何か才能が開花するかも、刺激を受けるかもしれないということで、うん、佐藤さんが、うん、佐藤さん、はい、今回なんか面白いものを持ってきましたよ、うん、と聞いてるんですけども、はい、あのね芸術家診断っていうのもね持ってきました。さっきねほらリサさんがえ、うん、マネモネ何みたいな感じだったじゃないですか、はい、そんな方でも大丈夫です、あの本当にあなたに大丈夫ですそんなあなたはじゃあまずはこの方をね見てみたらどうっていう、そういったね心理テストをご案内したいと思いますよ、うん、はい、なので私が、はい、今ちょっとねこあのかける質問にちょっと答えてみてくださいね、はい、じゃあリサさんローズさん、あなたが話してみたい芸術家は次のうち誰ですか、あんまり深く考えずに直感を信じて選んでくださいね、はい、1番ピカソ、2番ゴッホ、3番北斎、4番ダヴィンチ。
さあ直感でお答えください。ローズさん。ピカソ。ピカソ、はい、はい。じゃあリサさん。ゴッホ。ゴッホで、うん、分かりました。じゃあまずローズさんですね。ピカソと答えたあなた、ドキドキ、あなたはどんな、はい、あなたはねどんな人かと言いますと、ピカソと答えたあなたの才能は高い分析能力です。ピカソはキュビズム、はい、キュビズムという独特な手法を研究していました。若いうちは写実的な絵を好んで描いていた、ピカソですが、ある時を境に絵柄が変化しました。立体派という意味のキュビズムという手法を開発し、数多くの名作を生み出します。当時は狂ったのではないかと言われていたこの手法ですが、現代でも高い評価を得ています。そんなピカソを選んだあなたは、すでにあるものを分析し新しいものを生み出す天才、個性的かつ独創的な考え方を持つこともあり、独自の道を突き進んでいくことができるでしょう。あなたの分析という素晴らしい才能を生かすためには、ものをよく観察することが大事です。観察したものを頭の中で再構築していくことで、また全く世にも新しいアイデアを生み出せますよ、ということでですね、ぜひピカソをどんどん取り入れてください、うん、ピカソを取り入れてください、はい、すごい、ね、うん、当たってると思う。ピカソの絵なんて、あ、そう、ピカソの絵なんてさ、誰でも描けるみたいなさ、イメージあるじゃないですか、なんか丸やら三角やら、あ、鉛筆でね、はいはいはい、色とかも、でもあれってやっぱりできないんですよね。あ、そうなんだ、うん、ピカソだから、ピカソの絵なんて簡単と思ってたけど、あの人本当は絵が上手なんですよ。もっとね、今も言ってたけど、うんうん、ちゃんとした絵を最初は描いてて、うん、ある時から変わって、うんうん、で、そう、スペインに行った時にね、あれを見たんですよね。あれ平和だった、なんタイトルなんだったっけ、白黒のゲルニカ、あ、ゲルニカ、そうそう、それ、うんうん、やっぱりあれ大きくてすごいなんか迫力があって、そのなんか、うん、その感動を持ち帰りたいと思って、やっぱり絵はがきを買って帰ったんですけど、うんうん、やっぱね、やっぱ本物じゃないとわからないんですよ、うんうんうん、ぜひね見に行ってほしいですね。そうですね、はい、なんかピカソはでもなんかその逸話があって、確か、うんうん、そのピカソを街で見かけた人がね、レストランか何かで、うん、なんかちょっとなんていうんですか、一筆書いてよみたいな感じですごい軽い感じで言って、でピカソもなんかナプキンかなんかにささっと鉛筆でこう書いたんですよね。書くんだ。うん、でそれ、そう、これを最初その、まあ、その人にやった時に、例えばじゃあ全然ちょっと詳しく覚えてないんですけど、これじゃあ200万円でみたいな感じで言ったんですよ。で、うんうん、そんなわけないでしょ、200万円なんて、鉛筆でさらっと描いただけじゃないっていうふうにその絵を頼んだ男は言ったんですけど、うん、いやでもこれを描くのに僕は20年と何日使ってるみたいな感じで言ったわけですよ、ピカソ的には、うんうん、だからこの手法にたどり着くまで様々なやっぱりどれだけの年数と時間をかけてるんだっていうのは、やっぱりピカソも結構誇りにというか自負として持ってたんじゃないかなみたいなのはありますね。アーティストですね、やっぱり。うん、はい。で、リサさん何と言っちゃいましたっけ？私はゴッホです。ゴッホ、はい。ゴッホ、はい。じゃあゴッホを選んだあなた。はい。ゴッホと答えたあなたの才能は豊富なサービス精神です。ゴッホは強く人を求める人生を歩んだ芸術家です。うん、弟のテオと非常に仲の良かったゴッホですが、ある時弟と喧嘩して一人暮らしになりました。そんな中、寂しさに耐えきれずに芸術家の仲間たちと同居しようと考えていたことがあります。芸術家仲間のために家を借りて無料で貸すなど、人との関わりを強く求めていたんですね。そんなゴッホを選んだあなたは、人を喜ばせてあげたいという気持ちが非常に強いタイプ。人を求めるだけでなく喜ばせようと考えていますから、サービス精神が旺盛なのです。あなたのサービス精神という持ち前の才能を生かすためには、交流関係を広げることが大切。たくさんの人と関わることで、あなたのチャーミングな才能が周囲の人に伝わっていきますよ、ということで、これも合ってますね。あ、うん、本当ですか。へえーうん、すごい、それだけでわかるんだ。本当はね、佐藤子さん誰、ね、佐藤子さん誰だった、うん、私ね、ダヴィンチがすごいなと思ってたんですね。はい、はい、じゃあダヴィンチをね、選んだリスナーさんもいらっしゃると思う。うん、はい、じゃあね、はい、ダヴィンチを選んだ、あなたは、あなたの才能は何でもできる器用さです。ダヴィンチは万能の天才と呼ばれている偉人です。画家でありながら数学や物理学など多くの分野で功績を残した万能さで知られています。しかも
どの分野でもそれまでの常識を覆すような発案を行いました。芸術の分野でも高い功績を残し、あまりの画力に師匠が画家を辞めてしまったという逸話もあります。そんなダヴィンチをあなたは、ダヴィンチを選んだあなたは、どんな分野でも高い成果を上げられる天才的な人物。万能の力を持っていますから、たとえ苦手分野を任されても最終的にはうまくやってしまいます。あなたの器用さという持ち前の才能を生かすためには、さまざまなことに挑戦することが吉。食わず嫌いをせずに何でも挑戦できれば、自分でもびっくりするような才能を見つけられるでしょう、ということですね。ダヴィンチを選んだ方は、はい、この答え。万能の天才。うん、はい、あとはもう一人、じゃあ3番の北斎ですね。葛飾北斎を選んだリスナーさん、こちらを選んだ方はですね、北斎と答えたあなたの才能は意志の強さです、北斎は富国三十六景という36の浮世絵版画を生み出した芸術家です。富士山をさまざまな角度や表現方法で描いたこの富国三十六景は、日本の美を象徴する代表的な絵。なんとこの名作を発表したのは70歳を過ぎてからだったと言われています。その浮世絵独特の表現と高い画力、さらに奇想天外なアイデアを駆使し、今なお世界中で評価されています。そんな北斎を選んだあなたは、強い意志力を持った努力家と言えるでしょう。70歳の年月を経て蓄えた画家人生をつぎ込んだ北斎のように、最後まで努力できる人物です。あなたの意志の強さという持ち前の才能を生かすためには、自分を信じることが重要。周囲の人に反対されたとしても、自分を信じて意志を突き通すようにすると良いでしょう、ということでした。いやー、すごい、ありがとうございます。うん、このなんか、はい、あの心理テストの診断テストのさ、はい、問いがさ、話してみたい芸術家はっていうのさ、実際それは自分なんだね。じゃあこれは自分を映してるみたい、ね、そうだね。やっぱり自分を知りたい欲求っていうのがあるんですね、人の中には、ね、うわ、奥深いな、なんか今聞いてて思った、うん、私はゴッホはなんかオランダだからさ、よく見るっていうか、それで調べてて、はい、ゴッホに確かにこうすごいシンパシーを感じてたけど、でも、うん、なんかキャラクターを知りすぎて、ちょっとこの人ストーカーになりそうだから話したくないなまあね、ちょっとゴッホはメンヘラっぽいからな、うん、ちょっとのめり込みすぎるんですよね、うん、いい人ね、すごいね、サービス性はめそう、精神はすっごいピュアでいっぱいある、うん、喜んでほしいっていうのはすごいあるけどね、確かに、うん、ウケる。私もね、あの北斎と迷ったんですけど、もともとすごいあのビッグウェーブあるじゃないですか、この神奈川沖の、うん、あの、うん、大波の荒波の浮世絵、ザッパンのやつ、はいはい、あれがすっごい好きで、あの見に行って、うん、で当時ね MD プレイヤーがあったんですよ、うん、富岳36景の、そう、懐かしくない？え、どういうこと？そう、富岳36景のデザインされたってこと？そうそうそう、このパカッて開けるところ の、この天板みたいなところが、あの赤富士があったり、赤富士のやつとそのビッグウェーブのやつがあって、このビッグウェーブの絶対欲しいと思ってたんですけど、なかなかこう売り切れてたりとかしてて、結局買えなくて、今でもちょっと悔やんでて、でなんか、そうなんや、もうもはや MD 数がない時代になってしまった今でもちょっとあれが欲しかったと思って、すごい思い入れようだね。そうだね、だから北斎かなと思ったんだけど、でもなんか北斎ってすっごい頑固な人ってイメージがあって、で話してみたいかって言われたら、なんかちょっと疲れそうな気がしたからそこかそう、おじいちゃんだしみたいな、そうそう、おじいちゃんだしなんか疲れそうだなと思ってやめました。でもまあ、あの2人にとって、はい、ゴッホすごい合ってるって言ってもらえたんで良かったです。多分 B なんだと思います、うん、はい2番目のね、ゴッホなんだと思います。ありがとうございます。楽しい、これ、うん、ね、リスナーさんはどうだっただろうね、合ってるかな、うん、そうですね、意外な自分に気づける診断、確かにしたね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあそろそろお時間なんで、ね、このあたりでですね、コラム振り返りたいと思います。はい、はい、今回のコラムは2022年9月21日フランス在住の直子さんが書いてくださったコラム、世界屈指のオルセー美術館、美術初心者でも楽しんで学べる方法とは、というコラムからおしゃべりしていきました。そして、はい、イベントのお知らせ、さとこさんよろしくお願いします。
はい、ローズに振っていいかな。はい、パスのパス、はい、はい、はい、ですね、まだサイトの方では公開されてないんですけど、明日公開予定ですね。ゆる読書会が今月も開催されます。はい、ゆる読書会はですね、女性対象の女性オンライン、あ、無料オンライン読書会です。Zoom を使って開催されています。で、海外在住の方とか、まあ、日本の方ももちろん、いろんなところに住んでる方が気軽に参加できるように、いろんな時間帯で開催されているので、うん、はい、今月はですね、10月15日土曜日、日本時間の朝10時半から、19日水曜日日本10時半から、20日木曜日夜の9時半から、22日土曜日夜の9時半から、26日水曜日朝の10時半から、最後が29日土曜日の夜の9時半からとなっております。で、この回ですね、推し本紹介の回と、あと課題本をみんなで持ち寄って、うん、話す回があって、うんうん、今月の課題本は読書農場という本です。2人は知ってますか？動物農場ですか？はい、私ちょっと知らなくて、でも面白そうだなと思って。うん、あれだよね、なんか動物が人間社会みたいな、なんかを作り上げていくみたいな、人間が確かそんな感じだったかと思います。じゃあ話題になったんですね。うん、結構、うん、そうそう、やっぱ課題本があると、こう普段自分があまり読まないジャンルのとかも、ね、うん、読むきっかけになって、すごく面白いと思います。うんうん、あ、これ古い本なんですね。1945年、ジョージ・オーウェルの小説です。そう、ジョージ・オーウェル。これ、あ、確かに確かに知ってるかも。ズートピア的な。ね、うん、確かにそうそう。ズートピアとかなんですよ。で、人間みたいな、やっぱりなんていうんですか、階級ができてくるんですよ。そう、動物社会の中で。やっぱり。いや、でも、ね、すごい考えさせられるような。まあ、それは読んでないですけど、ズートピア見た感想で言うと、うん、やっぱり考えさせられますよね、うん、人種とかさ、国籍とかさ、うん、みたいな。はい、わかりました。じゃあこれは明日以降、世界ウーマンのイベントページからチェックしてくださいという形でよろしいでしょうか？はい、はい、まあ、ゆる読書会で検索してもらったら出るかなと思います。うん、あ、そうですか。はい、ゲンダチョフのブログですね、はい、主催者のゲンダチョフさんが、うんうんうん、書いてるブログ、そこから申し込みになりますので。あ、そうでしたか。ではぜひ、はい、ゆる読書会で調べてね。なんかすごいたくさん回、もう週2回ぐらいやってるってこと？そしたら、そうですね、うん、結構ね、うん、ファシリテーターもいろんなところから、カナダ、日本、スロバキアから、うん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 、はい、立ってるので、結構いろんなところの人と、うん、こう交流するきっかけにもなるので、すごく面白いですよ。いいですよ。私もね、たまにやっぱり参加します。やっぱりアウトプットの練習にもなるしね、人にちょっと説明する練習にもなるし、あと、そのいろんな本、参加者の方が紹介してくれる本だったりとかも、うん、あ、そんなのもあるんだなんて、自分じゃ読まないジャンルだったりとかするから、とてもいろんな情報がね、得られていいですよ。楽しい、はい、楽しい、ね、読書の秋っていうね、当日で、うん、初めての方でも、うんうん、参加してみてください。はい、では、はい、ですね、現在、回答募集中の質問がございますので、ここで発表させていただきたいと思います。今回の質問は、はい、海外生活何年目です。あ、何年目、うん、うん、あれ、ローズ何年目？すぐ分からなくなるんですけどあれ、さとこさん何年目？私ね、2005年の9月に来たんですよ。なので今18年目に入りました。あら、じゃあ私19年目かな。私2004年だと思うんだよね。6年、うん、あ、同じぐらい。2004年だと思いますね。そう、さとこさんと近いんですよ、最初出たと。そうだよね。じゃあもう18、9、もう成人してるぐらいですね、そしたら。本当よ。そう考えたらすごい ね。ねえ。
ね、その時生まれた子がもう成人してるぐらい住んでるっていうこと。ちょっとちょっとそう考えたことなかったわ、うん、ちょっとそれでこの語学力ってね。いや言わないで、それだけは言わないで。いやこれ大人と子供の違いですよね。うん、しょうがないよそこは。しょうがないしょうがない。でもこうサバイバル力はすごい、ね、はい、そうなんですよ。だから、ね、リスナーの皆さんもあの住んでたでもね、ぜひいいですから、どこどこに何年とかね、うんうん、はい、あの、うん、お気軽にリプライ欄にインスタグラムやツイッターからお答えいただけたらご紹介させていただきたいと思いますね。どこの国に何年って書いてもらえると嬉しいかなと思います、うん、そうですね、知りたいですね、うん、うんうん、そうですね、はい、ではここまでになります。ここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、事務局の周佐とことファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトはwww.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。